はい、みなさん、こんにちは。中野人ゲーミング、中野人です。今回はね、スコーピオンは予防3の実銃解説ということで、イラのサンマシンガンですね、実際どういう銃なのか見ていきたいと思います。で、この銃をね、すごくわかりやすく言うと、まあ、要するに BF4 で言うとこの CZ3A1 ですね。あの CZ3A1 はね、まあ、フルサイズというかね、まあ、ガチなサイズのこうサンマシンガンだったんですが、この作品ではね、ああいう、まあ、サンマシンガンサイズではなくて、カービンモデルがね、再現されているっていうね、まあ、だからこう、ビジュアル的にかなり違ってくるんです ですが、えー、あいつはねなんでこうサンマシンガンでこいつは何でカービィになってるのかっていうかそもそも何でカービィなんてあるのかっていうそういう話なんですが。 えー、サンマシンガンって実はこうアメリカのルール的にね、えー、所持するのめんどくさいんですね。そもそもサンマシンガンっていう枠ないんですね。えー、サンマシンガンどうしても持ちたかったらショートバレルライフルっていうややこしいこう許可の取り方をしなくてはいけなくて、まあショートバレルライフルって、まあなんかこういう軍用の銃とかに多いじゃないですか。カービンとかああいう銃って。まあだからこうちょっと所持規制が厳しいんですね。で、えー、サンマシンガンを所持するときに、まあそれだと、まあ取りにくいので、まあそういう場合にね、えー、まあ こう無理やりこう重心長とかを伸ばしてカービンモデルとして発売してこう売るみたいなそういうことがあったりとかえあとねこういうスコーピオンとかこういうサムマシンガンタイプの銃だと あの、ストックを落とす、もしくは、あの、ストックなしか、あの、ストックっぽいものをつけるっていうね、ストックではないんだけど、ストックになるようなものをつけるみたいな、そういうね、ごまかし方があるんですが、なんかこう、腕に負けるやつみたいなね、ああいうやつですね、うん。まあ、ストックになるよ、みたいなね、まあそういうやつなんですが、ああいうのをね、つけて、まあピストルとして、え、販売するみたいな、まあそういうね、え、ことがされていて、まあ、うんっていう、そんな感じですね。 で、そういうことをしなくてもいいようなね、えー、まあ、軍警察向けなのが、u CZ3A1 と呼ばれるようなね、えー、まあ、あの、ガチなエボ3ですね。え、こいつはカービンモデルという風になってます。まあ、だから多分、こう、世の中にね、世の中っていうか、この地球上に多分、この、なんていうのかな、長さで、セレクティブファイア、要するに振ろうと攻みようと、えー、バースト全部切り替えられるみたいなあんまり多分世の中にないんじゃないかなっていうね。 まあ普通にこう軍とかね、警察に納入するときは別にこうね、サンマシンがサイズでいいので、で民間に売るときは別にこのフルサイズでもいいんですが、民間に売るときにフルサイズかつフルオートって、またフルオートだとさ、今度所持めんどくさいやんっていうね、まあそういうことになるので、あんまり多分この状態のやつはないんじゃないかなっていう、まあそんな感じですね。まあ別にね、トリガーユニットを入れ替えるだけなので、まあできなくはないんですけど、 まあ、ややこしくねみたいな。まあ、そんな感じですね。で、えー、まあ、そもそもね、えー、まあ、さっきからずっとこう、CZ3A1 からのね、比較で言ってますが、そもそもこれ何なのみたいな。CZ3A1 とか知らんしーみたいな人もね、世の中たくさんいると思うので、えー、そういう方に向けてね、1、えー、からちゃんと説明しておくと、まあ、スコーピオンっていう風に呼ばれているだけあってですね、まあ、スコーピオンそもそも知らんぞみたいに言われるとちょっと困るんですが、えー、要するに、チェコのね、えー、サンマシンがですね、チェカの,、C、チェコのね、えー、まあ CZ っていう会社があって、まあすんげえ昔からですね、まあ、いろんな銃をですね、まあ 作ってるまあもうなんかすごいあの名店というかね、まあ、チェコ昔から銃作るのうまいみたいな感じでね、有名なんですが、えー、そんな会社がね、出したサンマシンガンで、シールとシールと言ってますが、えー、何の略かっていうと、チェスカー・ゾブロヨフスカっていうね、まあわけわかんないね、なんかもう何て言ったか自分でもよくわかんないようなね、まあとりあえず日本人のほとんどの人にはね、正しく発音することが絶対できないようなね、えー、チェスカー・ゾブロヨフカ。 えー、ウワスキーブロドシャっていうね。うん、そっかーみたいな、そういう感じのね。えー、まあ、会社が出した銃っていう感じになってます。で、スコーピオンってなんか聞いたことあんぞみたいな、そういう人も多いと思うんですね。スコーピオンサンマシンガンなんか聞いたことあんなみたいな、そうそうそう。あの、マトリックスでこう、キアノリーブスがぶっ放してた銃ですね。えー、あと、ま、あ FPS で言うと、コールオブデューティーのね、えー、ブラックオプスーシリーズとかにも出てきた、あの、なんだろうな、サソリっぽいさ、あの、フォールディングストックがついてる、あの、なんていうんですかね。ワイヤーストックがこう、180度展開してストックになるみたいな、ああいうこう、 ストップなねねサムマシンが、ね、あれしかもレート変わるっていうなかなか変わり種なんですが、えー、まああいつと、まあ、作ってる会社一緒っちゃ一緒ですね。うん で、あれはスコーピオンで、あれもこいつ、あれもスコーピオンで、これもスコーピオンなんですが、じゃあ何なんかこう改良したのみたいな感じになるじゃないですか。別に関係ないっていうね。う <laughs> んあの、中身は全然違うので、全然違えぞみたいな話になるので、別にそれの改良を3回目だから、まあ3とかあんま関係ないらしいっていうねで。そもそもスコーピオンエボ3って言ってますが、何なんだ ?3 っていうね。えー、3って何なのという話なんですが、まあ、これなんかね、あの出典によって色々あって、 あの、トコイマサミさんの軍用従事点だと、なんか第三世代のサンマシンガンだからっていうね。まあ、第三世代のサンマシンガンって言われると、ま、あ最初はオープンボルトサンマシンガン。ま、あ第1次第2次世界大戦直後ぐらいまでのね。えー、オープンボルトサンマシンガンあって、で、MP5 みたいなね。えー、まあ、クラシカルなクローズドボルトの、ね、サンマシンがンあって、で、それに次ぐモデルっていう、まあ、そういうことなのかなみたいになりますが、 まあなんかネットとかで見るとね、えまあ単純にこう、スコーピオンシリーズの 9×19 とかを使うやつの3つ目だからみたいなね。まあそういうことが書いてあって、まあどっちだよみたいなね。まあいずれにしよう、まあまあまあ多分第3世代のなんだろうけど、まあエボ3って名前になってるということですね。まあどっちかはまあ、もはやよくわからないですね。まあグロックとかもねそうですね。グロック1 7なんで1 7かあんまよくわかってないっていうね。まあそういうことありますが、まあそんなもんですよ、宇宙の世界ってね。いいのかみたいなね。まあそれはさておきですね。まあ何やと思われね、スコーピオンエボ3なんですが、 まあ開発したのはね、えー、まあチェコの CZ っていう会社で、えー、まあできたのは2009年発表かな。確か2009年にね、最終的な試作のね、えー、やつができたんですが、制作そのものはね、1990年代から始まっていて、作った人はですね、えー、ヤン・ルカンスキーっていう人、あのー、なんだ ヤロスラブセルビクさん。うん。まあ、残っちゃったらさっぱりですよね。うん。まあ、基本的に、こう、海外の人のこう名前を読むときってすごく大変だなと思うような僕読んでますけど。あの、まあ、そんな人たちがですね、まあ、頑張って作ってですね、まあ9、9×19 のね、ごく一般的な、えー、弾を使う、まあ、サンマシンガーという感じでね。 えー、意外とこう試作品もいろいろあって、まあちょっと今試作品のね、画像出しますが、えー、まあこんな感じでいろいろ試作品があって、まあその後まあこんな形に落ち着いたというようなことらしいですね。で、えー、まぁ、あ、まあ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  あのー、それでですね、まあ、このアはもともとどういうコンセプトだったかというと、一応なんか警察系特殊部隊に売るつもりだったらしいっていうね、まあ、バリバリ軍用にするつもりはなかったらしいんですが、まあ、普通に軍にも売れてますよね。で、えまあそんなね、えこんなでね、えまあできたサンマシンガンで、コンセプト的には警察向けサンマシンガンってことになってますが、うーん、まあクローズドボルトで撃ててっていう、で、アンビで、まあ、左右対称にほとんどできて、まあ確かあれですね、コッキングレバーとかもね、左右切り替えたりとかできるので、 まあ、うんまあ要するに MP5 みたいなやつに変わりを欲しかったんでしょうね。MP5 が独占してるシェアにこう割り込みたかったっていうのがぶっちゃけたところだと思うんですが、あまあ、まあ確かに MP5 にはない特徴っていうのはいろ,いろあって、例えば、まあ、やっぱりポリマーですよね。ほとんどの部品がポリマーでできてて、まあなんていうんですかね、軽量化につながっているっていうね、2770g らしいっていうね。まあまあ、ちなみに、 ちなみにヘッケランドコッホの MP5 は何グラムか見てみようか。よこいしょ。ヘッケランドコッホの、よいしょ。まあね、だいたいね、3100グラムとかね、3000グラムぐらいですね。2800モデルのやつもありますが。 まあまあ、まあまあ、数百グラムぐらいちょっと軽くなるかな、みたいなね。これね、マガジン込みなのかね、マガジン抜きなのかによって全然違うからね、こういうなんかね、書類による資料ってあんまり当てになんないんだけど、まあ確かに若干軽いかな、みたいなね。まあそんな感じですね。まあ確かにとりあえずプ、ポリマーフレームをね、いっぱい使えば、まあ強化プラスチックいっぱい使えば、まあ軽量化にはなるよねっていう、まあそれはそうだっていうことですよね。で、あと特徴として言えるのが、まあ、折りたたみあれですよね、伸縮ストックですよね。この折りたたみ伸縮ストックってまあまあ大事で、 うーんまあ G36 とかもそうですが、折りたためるだけのストックとか、まあ伸縮するだけの M4 とかいろいろあるんですが、まあ最もいいのが、まあ折りたたみ式伸縮ストックっていう風に、まあ、まあ突き詰めればそうなるよねみたいなスカーとかもそうですが、あの、 まあ、やっぱりこう、伸縮するだけだとさあ、まあ、限界あるし、折りたためるだけだと、なんでわざわざこんなね、サマシンガンってどう考えたって狙って撃つもんじゃないじゃないですか、ぶっちゃけて言って。なんか、スナイパーライフルで重傷の長さを調整することが重要であるみたいに言われると、まあ、そうかなと思いますが、まあ、ぶっちゃけサマシンガンなんて、近距離から弾ぶっ放すだけなので、まあ、せいぜい狙って200メートルなので、そんななんか、ガチで狙うみたいな感じになりますが、ガチで伸縮させるみたいになりますが、なんでこれわざと伸縮できるようにしてるかっていうと、あの、バリスティックアーマーとか、 と、あの人の体の大きさって全然近くなるじゃないですか。あの、確かに人間が来たり、でも確かにこう体の厚さって変わりますが。 あの何、ー、て言うんですか、ボディーアーマーとか、ああいうタクティカルベスト的なものを着込んでくると、だんだんこう、体の厚さが厚くなるので、まあそうなると、まあ例えば僕が T シャツ着て構えた時にジャストフィットな長さの重傷と、まあストックの長さと、まあ僕がバリスティックベストとか着込んで、まあ使うと、その長すぎるんですよね。バリスティックベストの部分も厚くなっているので、その場合短くしないといけないので、まあだからこうやって短くできるようになってるっていうね。まあそんなね、ライフルとかね、ああいう凝った、まあ銃じゃなくても、サンマシンガンでもそういう風にしているという、まあそういうやつです。 ね、まあ例えば、えー、このねなんだっけこっちの新しくね、えー、追加されたまきびしオペレーターリージョンね。 あいつが持ってる JS2 とかだと、例えばあれですね、ブルーバップ式でもともとコンパクトだけど、まあ、ストックを折りたたんだりとか、あ伸縮させたりとかすることはできないっていうね、まあそういう感じになるので、まあストックの長さごとを変えればいいんですが、まあそういう場合めんどくさいですよね。折りたためた方がいいですよね。伸縮できた方が楽ですよね、みたいな。まあそういう感じになってくるというわけですね。まああとは本当に、もうなんか、うん、現代のサンマシンガンの説明をする感じになります、大体ね。もうこっからはたい本当に、まあ現代のサンマシンガンの説明みたいなね。アンビデみたいな、ポリマーいっぱい 使っててみたいな、クローズドボルトで射撃して、みたいなね。まあ、そんな感じで、うんうん、みたいな。まあ、いつものことだな、みたいなね。まあ、そんな感じになってるということですね。で、実際レート高いんですかみたいなことになりますが、ちなみに、1150レート実際出るらしいです。うん。まあ、よくわかんないですよね、フロートね。 フロートで撃つとき1150レートいるのかなみたいなね。まあ、レート高くレートって難しいんですよね。銃のレートってね。あの実銃のレートってすごくこう、バネとか火薬の圧力、バネの硬さ、長さ、足の火薬の圧力とかね、かなり色々変わるので、まあ実際まあまあ、細かく銃によって違うし、なんか色々違うんですが、まあま実際高めらしいよっていう、まあそんな感じですね。まあ、1000レートってやっぱ高いよね。900レート超えたあたりから、まあ高いなと思いますけどね。 まあでもそんなになんか、うん、まあちょくちょく、まあチェコの銃だけど、まあなんか意外となんかエジプトとかでも売れてるし、まあ微妙にまあまあ、まあまあ売れてんじゃないみたいな。チェコとかエジプト、マレーシア、まあそこら辺はあのね、英語版のウィキペリアを見ればわかるんですが、<laughs> それでいいのみたいなね。エジプト、はあ、あとインドネシア、マレーシアみたいなね。うん、パナマみたいな、ルバンダーみたいな。 まあなんかそんな大口注文はないですけどね。ベトナムとかね、ありますけどね。なんかそんなになんか、アメリカ、カナダ、中国、ロシアみたいなね。まあそういう超大口注文はまあ一応ありませんが、まあまあぼちぼち売れてんじゃないみたいな。まあそんな感じですね。うん。まあ今後もね、えー、スコーピオン、エボ3、地味にマイナーチェンジとかもしていくんじゃないかなというかね。スコーピオン、スコーピオンってかね、CZ が最近出してる銃がね。まああと、まあ、805と効率ぐらいなので、うんまあ、まあ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 、多分、 うんまあ、この銃も多分いろいろ変わると思うよみたいなね。ちなみに最近そういえば、うん、ふと思い出したこの人みたいなね、ふと思い出したんですが、あのー、この銃タ単カラー出ましたね、そういえば。あのー、今までずっとブラック一色だったんですが、まあ、試作品もずっとブラック一色だったんですが、なんかこう Facebook とか見てると、なんか普通にスカート一緒に単カラーのやつが並べてあって、まあ、その画像ちょくちょく見るので、あのなんか多分これ個人制作じゃなくて多分普通に単カラーのバリエーションどっか売ってんぞみたいなね。まあ多分単カラー売ってるんでしょうね。これイラ自爆したやつですね。 うん、まあそんな感じでね、スコーピオンエボ3ね、まあ、まあどっかで今日も火を吹いてるかもしれないですね。うん、まあそんな感じでね、第三世代のサンマシンガンという感じになります。えー、今後もしね、スコーピオンがまあ変わっていくこととすれば、 9×19 威力不足じゃねみたいな、まあそういう話で多分なると思うんですよね。えー、ピカティに入れるはあるわ、まあ拡張性はあるわ、まあ普通にね、ポリマーだし、まあ伸縮だし、まあ特にこうなんていうんですかね、火の打ちどころがないというか、まあ重大なね、なんか G36 みたいな欠陥があれば、またなんか怒られるというかね、また言われると思うんですが、まあ特に何もなければ、まあいいんじゃねみたいな話になって、うーんー、MP5 の代わりになるかどうかわかんないですけど、おそらく最後また言われるのは、 9×19 結局ボディアーマー貫通しないんだが問題ですよね。うん、だから MP7 と P90 が世の中にあるんですが、うん、まあそれさえ解決できればとりあえず当面火薬式の銃の中ではまあまあいいんじゃないのみたいな、まあそんな感じになるのかなということですね、うんまあ。あとは何なんですかね。あとなんか第3世代というか最近のサンマシンガン取れると大体そんなもんなんでね。 まあ別にそんなに CZ3A1 たい操作系も M4 とほぼ一緒だし <laughs>、まあ特にまあ運っていうね。まあそんな感じですね。うん。というわけでね、まあ尺の方はね、まだ若干あるんですが、まあ何やともあれそんなに話すネタはないので、まあ、カツカツになって終わるとね、またなんかこう話しかけて終わるみたいな感じになってね、僕が何より気持ち悪いので、あ、50ラウンズマガジンした ?50 ラウンズマガジンないよって、あ、50ラウンズマガジン鳴らしてない気がするこれ。 まあ、50ラウンズマガジン僕、ググってたんですよ。なかったね。30,20,10しかなかったね。うん、っていうね、うん。エボ3、スコーピオンエボ3、50ラウンズマガジン、検索。ね、ないね。海外に見てもね。うん、ドラムマガジンはあんだけどね。このタイプで50連マガジンはないよね、やっぱりね。うんまあ、ないと思ったけどね。ないだろうなと思いましたけどね。まあ、ないか、もしかしたらあるかもしれないけど、全然流通してないかどっちかじゃないかなっていう。 まあそんな感じでね、えー、ガチでそろそろあと10秒でね、動画終わんなきゃいけないので、まあ何はとまるね、えー、この動画ネ、ね、ギに入っていただけたら、えー、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人 A でした。